青木理沙です。日本の横浜市から来ました。ニュージーランドに来た理由は、将来英語を使った仕事をしたかったのと、動物と自然がとても好きなのでニュージーランドを選びました。ニュージーランドのクライストチャーチで1年間カシミアハイスクールという学校で学んでいます。クライストチャーチはニュージーランドの中でも大きな町で、自然がとても綺麗で有名な場所もたくさんあります。私は自然が綺麗なクライストチャーチがとても好きです。カシミアハイスクールでは好きな授業を選ぶことができます。また先生がとても親切で、親身になってたくさん相談に乗ってくれるので、とても英語を学びやすい環境にあると思います。休み時間には現地のことを一緒に自分の好きなことについて話したり、日本語を教えてあげたり、英語を教わったりして楽しく過ごしています。ニュージーランドの女の子たちは乗馬を習っている人がとても多くて、私自身も日本でもニュージーランドでも乗馬を習っているので、その同じ共通の話題について話すことはとても楽しいです。インターナショナルオフィスの先生方はとても優しくて、親身になって相談に乗ってくれるのでとても心強いです。カシミアハイスクールには日本語の授業があって、日本語に興味を持っている生徒もたくさんいるので、日本語を教えてあげたり、漢字について話したり、また生徒たちの方から日本語で自分のことを自己紹介してきたりしてくれるので、とても話しやすいです。カシミアハイスクールでは自分の好きな授業を選択する形式なので、よりたくさんの生徒たちと話すことができてとても楽しいです。私はお父さんとお母さんとホストシスターとホストブラザーと一緒に丘の上に住んでいます。私の家にはとても綺麗な庭があって、丘の上からの景色もとてもいいです。そして日本よりも大きな部屋に住んでいます。放課後にはホストファミリーと一緒に学校のことについて話したり、ホストシスターと一緒に折り紙を折ったり、ホストブラザーと一緒にカードゲームをしたりしています。冬休みにはカシミアハイスクールのスクールトリップとしてクイーンズタウンというところに5日間行きました。クイーンズタウンはとても綺麗なところだったので、ニュージーランドのアクティビティを思いっきり満喫することができました。休日にはホストファミリーと一緒にハンマースプリングという場所に行きました。ハンマースプリングはクライストチャーチから車で2時間の場所にあるホットプールで有名な場所です。私はカシミアハイスクールでたくさんのことを学んで、私の英語も上達したと思います。私のニュージーランドでの留学はとても楽しいものでした。ホストファミリーとの時間やカシミアハイスクールで学んだことは私の大切な宝物です。